はい、こんにちは、コボです。冬山登山を始められる方に必要な道具の中にピッケルというのがあります。お客さんからですね、ピッケルどんなのがいいですかとか、何を選んだらいいですかっていうことをよく聞かれますので、簡単な、ピッケルの、選び方の紹介をしていきたいと思います。はい、早速ピッケルについて紹介をしていきたいと思います。ピッケルのタイプ大きく分けて、2つ。あります、ここのシャフトの部分ですね。ここの部分がまっすぐになっているストレートタイプ、それからシャフトの部分が少し曲がっているベントタイプ、この2つがあります。ストレートタイプは、どちらかというとここを、重装したりとか、あまりシャドウのきつくないところでここを目的に、考えられて作られた、ピッケルになります。一方ベントタイプの方は、ちょっとシャドウのきついところに行くような時に使うんですけども、こう置いた時にですね、角度がここの曲がっている角度がついてますので、前の部分とそれから後ろのピッケルの部分が雪に刺さりやすい、なので曲がってるシャドウがきつい時にはこれは使いやすいですよということで、曲げられているというような、ピッケルになります。それから、ピッケルには強度、使用の仕方によってまた分かれてるんですけど、テクニカル、アルファベットの T のテクニカルというものと、アルファベットの P のベーシックのこの2つのタイプがあります。ブラックダイヤモンドとか昔のタイプはですね、ちょっとここ分かりにくいですけど、B って書いてあるんですが、最近はこの B 書かなくてもいいようになってます。ヨーロッパの、企画でですね、CE って書いてあるものは、B は省略しても構いませんよということになってますので、もし書いてなかったら B だと思ってください。ベーシック。これは、歩行用で考えられたものなので、強度としてはそんなに、テクニカルの T の方に比べると高くないということになります。で、一方テクニカルのものについては必ず T、アルファベットの T っていうのが入ってますので、それを見たら、あ、これはテクニカルの、ピッケルなんだということで判断してもらったらいいです。で、テクニカルの方はこれテクニカルじゃなくてこれベーシックなんですけど、テクニカルの、ピッケルはベーシックと比べると強度が 1.5 倍高いというふうになってます。アンカーとしてピッケルを使ったりとか、体重をかけたりとかっていうことで、使用できるように、ちょっと頑丈な作りというか、になってます。はい。で、あとですね、そのタイプで選ぶっていうことも大事なんですけど、実際に皆さんこれ使って自分で使う道具なので、長さだったりとかっていうところはかなり気になるところで、お客さんからもどれぐらいの長さを買ったらいいですかっていうふうによく言われるんですが、昔は登山の教科書には、ヘッドの部分、この上の部分を持って気をつけをして立った時に、下のこのピックの部分が、くるぶしの長さになるぐらいがちょうどいいですよというふうに言われてました。でも最近はそうじゃなくて、長すぎると使いにくくなります。ね、皆さん身長によって長さ違いますから、使いにくくなりますし、短いとも今度また逆に、こう背中が丸まっちゃって使いにくくなるので、最近一般的によく言われるのはヘッドの部分を持ってこうした時に、腕の長さぐらいになるのを目安にしてくださいというふうによく言われます。で、その腕の長さになって、なおかつ、どんな山に行きますかというところで、すごい傾斜がきつくて、前にこうつくようなことがあれば、短めの取り回しのいいもの。で、あまり、傾斜のきつくないようなところに行く場合は、少し長めでもいいですよという感じで、基準としてはもうこの手の長さぐらいで選んでもらったらいいかなというふうに思います。それともう一つ、これちょっと比べてもらったらいいんですが、上のヘッドの部分、持ち手のところですね、ここの形がメーカーによって違います。1日、持ったりとかですね、持ち替えたりっていうことももちろんありますので、ここをですね、実際に、ショップとかでこう持ってみて、あ、こっちの方が持ちやすいとか、あ、これ持ちにくいなみたいなんで持った方が、非常に安全にいけると思いますので、今ね、ネットでポチッとすれば届く時代ですが、できればですね、ショップの方に行って、ショップのスタッフの店員さんに聞いたりとかしながら、選びながら実際に持ってみてピッケルを選んでもらうのが一番いいかなというふうに思います。